はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルうぷ主のピオタです。さあ今回は、X フラッグの中の人がツイッター100万人突破した記念ということで、ストライカーズコレクションが24時間限定で開催されているので、単発で3回引いていこうと思います。僕の狙いは1位に来ているダルタニャンですね。で2番目は、ラファエルですね。3位のアーサーはもう2体持っているので、次の4位のミカエルも狙っていきたいと思います。まあ、アーサー3体持っててもいいとは思うんですけど、やっぱ1番の狙いはダルタニャンで、2番目はラファエルですね。ラファエルとかフレンドにいるのを使っていると強いなって思うんで欲しいですね。さあ引いていきましょう。まず1回目です。よいしょ。カノープス星4ですね。あ、モンスターがオーバーした。ちょっとグダグダになりますが、そこのところはご勘弁ください。あと2体、なんで整理せずに動画を撮り始めたんだろう。はい、整理できたので2回目引いていきます。すいませんね本当に。よいしょ。じゃあ2回目引いていきます。さて2回目は、あ、これも星4でしたね。名前は馬長ですね。はい。うわー、もうラスト1回。よし、3回目引いていきましょう。いけ、よいしょ、こい。うわー、あー、星4ですね。星4のこれはももちサンダーサンダーフ、わかんないですすいません。はい、今回はですね、 X フラッグの中の人がツイッター100万人突破記念ということで、ストライカーズコレクションが24時間限定で開催されていたのを単発で3連引いていきました。結果は全部、星4でしたけど、次もこういうようなガチャが来た場合は星5を当てたいですね。はい、さあ今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。